こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、ふざけるな。撮り鉄が集団で線路内に立ち入り、電車を止める非常識行為。なんか撮り鉄がやらかしてるよ。何をやらかしたのかというと、線路内に入ってね、電車を止めたらしっちゃんね。ありえんくない？考えられんちゃけど、電車を止めるっていう行為で、これね、どういうことかというと、中央線立川駅から日野駅間で線路内に立ち入り、玉川橋付近で185系の廃車回送を撮影してた撮り鉄が集団で線路に侵入し、電車を止めるみたいなね。ちょっとね、その一部始終をね、ツイッターで上げてる方いるんで、ちょっと見てください。浅間、日野の撮り鉄乱入。はい、電車来て中に入って、ほら、逃げる。で、電車はストップみたいな。これ犯罪やろ、普通に。信じられる、この映像。で、ちょっとね、もう一つあるっちゃけど、それが、こちら、赤いラピート。運転手により捕まった人たちへの説教タイム、かっこ笑い。本当にバカやな。これ説教されてるんよね。これ警察が来てるとよ、警察沙汰になってるっちゃんね。これほんといい大人が情けないよね。止めること自体ありえんちゃけど。まあ撮り鉄に関しては、過去にもね、水田に反射する電車を撮りたいがために、勝手にね、無断で田んぼに水を張ったり、照明の代わりに線路脇に止めた車でライトをハイビームにして電車に光を当てて写真を撮る。それで電車の運転手の視界を妨害したり、電車をきれいに撮るため線路内に設置された安全柵100本を引き抜き、ロープを切断とかね、やりたい放題やってるっちゃんね。これなんでこういうことをやるのかっていうのは、確実にいい写真が撮りたいがための欲望なんよね。情けないよね、ほんと。まあ、今回のこの線路侵入も多分ね、橋の上からこう来る電車をね、正面から臨場感ある写真を撮りたいという欲望で中に入ってるんよね。これほんとこれ下手したら引かれたりするけんね。ほんと撮り鉄何考えとんって感じよね。まあこういったね、一部の非常識な迷惑行為を繰り返す撮り鉄のせいで、他の真面目なね、ただ電車が好きな撮り鉄まで印象が落ちてしまう、悪くなってしまうけんね。とにかく撮り鉄はね、自分のそのいい写真を撮りたいという欲望を抑えて、人にね、迷惑をかけないようにね、もっと大人としての行動を取るべきよ。子供じゃないっちゃけんね。わかりました、撮り鉄の皆さん。大人になりなさい。
ではご視聴ありがとうございました。それでは。